なあ、悟空、このかなりの力持ってると思うんだけどさ、父のやつ、オラがご飯を着てってやろうとすると怒んだ。隕石じゃねえぞ。やはりこの星の奴らは生きていたか、カカロットの奴め。いや、何者だおめえ。戦闘力たったの5か。ゴミめ。動くんじゃねえ。うわ。なんという脆い民族だ。大きなパワーを持った奴がいる。距離4880。カカロットか。なんだ今の。とてつもないパワーを感じる。何者か知らんが、行ってみるか。ほう、手強そうな奴がいるな。孫悟空とも違う。孫悟空でないとしたら、一体。ほう、手強そうなやつ。すぐに片付けてやる。チートチャッチャッチートチャッチャッ。この時では俺は倒せんぞ。もう少し探ってみるか。ほう、手強そうな奴がいるな。一体どこにいやがるんだ。いつでもいいぜ、かかってこい。
このごときでは俺は倒せんぞ。これまでに感じたことがない圧倒的なパワーだ。岩のアーチか。すぐに片付けてやる。雨ごときでは俺は倒せんぞ。ほう、手ごわそうなやつがいるな。ほう、手ごわそうなやつがいるな。ほう、手ごわそうなやつがいるな。急いで進まねば。ほう、手ごわそうなやつがいるな。いつでもいいぜ、かかってこい。ピアッチャッその程度だったか。寄り道なんぞせず、まずはこのパワーの正体を探さねば。この先に行っても仕方ない。戻るか。ほう、手ごわそうなやつがいるな。ほう、手ごわそうなやつがいるな。いつでもいいぜ、かかってこい。このごときでは俺は倒せんぞ。カカロットじゃない。何者だ貴様。お前などに用はない。
カカロットと思ってきてみれば、こいつナメック星人か。なぜこの星にナメック星人がいる？では何しにここへ来た？死にたいのか？えらく威勢がいいな。ふん、戦闘力322。こんなやつもいたのか。だが所詮俺の敵ではない。貴様、俺をなめるなよ。少しは楽しませてくれるんだろうな。なんだこいつのパワーだ。よしこ、チャッ、オノフィー、フィア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 、その程度か。今度は俺の番かな。では技の見本を見せてやろう。ん？もう一つ大きなパワーがある。今度こそカカロットだ。バカな。一体奴は何者なんだ。どこへ向かうつもりだ。成長したな。だが一目で分かったぞ、カカロットよ。父親にそっくりだ。ん？カカロット、この星のありさまは何だ。人類を死滅させることが貴様の使命だったはずだ。今まで何を遊んでいた。おめえ一体誰だ。何者なんだ。何もかも忘れてしまったとは厄介な野郎だ。いいだろう、思い出させてやる。貴様はこの星の人間ではない。生まれは惑星ベジータ、誇り高き全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。そしてこの俺は貴様の兄ラディッツだ。でたらめだ。タラメ言うな。貴様はこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために送り込まれたのだ。我々サイヤ人は環境の良い星を探し、そこに住む者を絶滅させてから異星人たちに高く売るのが仕事だ。この星のようにレベルの低いところにはお前のように赤ん坊を送り込む。幸いなことにこの星にも月があるしな。もしそれが本当のことだったら、ひでえ奴らだ。おい、ここには月があっからなんで幸いなんだ。とぼけるな。月が深淵を描くときこそが我々サイヤ人の本領を発揮できるときではないか。はあ、何のことかさっぱりだ。もういい、クリリンの言う通りだよ。そんな奴ら最低だ。俺はここで育った孫悟空だ。とっとと蹴れ。
ところがそういうわけにはいかんのでな。不惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだ。ほとんど全てのサイヤ人は宇宙の塵と消えた。残ったサイヤ人はお前を含めてもたったの4人しかいないのだ。ついこの前、非常に高値で売れそうないい星が見つかってな。そこを攻めたいのだが、3人では苦戦しそうなんだ。そこで思い出したのがカカロット。お前のことだ。お前が3人に加わってくれればなんとかなる。目を覚ませカカロット。楽しいぞ。サイヤ人の血が騒がんか。バカ言ってろ。そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。なるほどな。では後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。その息子を貸してもらうとするか。それ以上近寄ってみろ。ぶっ飛ばすぞ。やれるもんならやってみるがいい。ご飯は絶対渡さねえ。なんなんだこいつは。どうした、押し消すんだ。おめえなんか兄ちゃんでもなんでもねえ。お前なんか帰れ帰れ。思い出せカカロット。サイヤ人は誇りよ。ところで貴様、尻尾はどうしたんだ。おめえに切れてなくなった。なんという愚か者め。ほらその程度の力じゃ息子は守れんぞ。何？預かっておく。生きて返してほしければ兄の命令を聞くんだな。子供を返せ。逆らおうなどと考えても無駄だぞ。のてっぺんの飾り、ドラゴンボールだったわね。よし、行くぞ。一か八かだ。お前一人では無理だ。ピコロ、貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではない。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。奴と仲間とやらを片付けたら貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。けんど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。
まったく。サンキュー。おい、あ、キントンよーい。地上最強コンビ、囚われのご飯を救え。ご飯、無事で行ってくれ。急げ孫悟空、ぐずぐずするな。あのラディッツとかいうやつが言っていたサイヤ人のことは覚えてないのか。ああ、全く覚えてねえ。兄貴がいたなんてことも全く知らなかったんだ。何か戦いに備えて手がかりがあればと思ったんだがな。こっちに用はねえな。おっと、行き過ぎちまったか。いい風だ。
ちに行ってもしょうがねえな。あっちに用事はねえはずだ。いい風だ。しょうがねえな。
飛ばしても構わんぞ。次に用事はねえはずだ。いい風だ。おっと、行き過ぎちまったか。
いい風だ。本面でここまでにします。キュッと終わります。ごめんね。またね。